兄さん。これ見てください。こっちです。こっち。私テレビに映ったんです。ローカル局に3秒だけですけど。これはあのパターンでは。芸能界のスカウトとか来てない？私がデビューとかしたらお兄さんは嫌ですか？そりゃ他の人に見せたくないというか、でも見てみたいというか。じゃあお兄さんにだけ見せてあげます。え？これは！そんなに真剣に見なくても。いやこれは最近目が悪くてね。その説はすみませんでした。その格好は、いや誠意を見せようかと。ため息はひどくない？そっちは大丈夫なのか？え？こういう写真撮られて。へえ、心配してくれるんだ。ま、私のグラビアがなくなると困るもんね。最近野球部の練習きつそうだし、癒しは必要だよね。こいつ気づいてやがる。ま、記事のことだったら大丈夫。むしろなんか普通な幼馴染と仲良しで好感度アップした。おい、バラエティ番組にもいっぱい呼ばれて仕事増えちゃってさ。というわけで宿題移させて。断る。脱いだ水着一晩貸すよ。ここで別の水着にも着替えよっか。あとは個人撮影会。しますか。お礼にこのまま写して死んぜよ。あ、写真は1枚1000円ね。金取るのかよ。こっちはプロだし。てか取らねえよ。じゃあ代わりにさ、これ写したらキャッチボール付き合って。は？肩作っておきたいの。
すまんで済むか！